ちょっと前回から、うん、あの橋本さんしかも多分もう知ってる人いないっていうことが、うん、あのうちのブログで話題になってらして、うん、わんぱく探偵団探偵団をおやりになったんですよ、はいはい、でその作詞家と作曲家の人壇上文夫さんと白木春之さん関西の人のところまで行かれたんですか、はい、行ってきました、あの森正樹と一緒に。あで、その壇上文夫さんはまあ原作者の方ですよね、うん、あのわんぱく探偵団、あの少年探偵団の、あれ少年探偵団の、あ原作者じゃない、あのラジオドラマの脚本家の方ですよね、で白木春信さんっていう方、作曲家の方は京都の人ですなんですよね、でも全然他に名前が出てこないんですけど、そうですね、そういうような人です。あんまり放送媒体の音楽とかやってた人ではない。いや、なんかちょっとやってたんでしょうけど、関西の人で、ああ関西の人でほとんど無名に近い人。ああ関西の人だから、あんまり登場の舞台がほとんどなくて。そういうことですか。だからあの少年探偵団のあれって相当売れたじゃないですか、その割にはあれは結局あの企画の初めから話しますと、なんか企画を入れないと手塚プロは、あの虫プロは仕事がないんで、無理にでもあの森正樹をあの現場の監督にして一本作ろうということになったのがそもそもの発端で、いろいろ企画を出すんだけど全部ダメになって、でいくら企画を出してもフジテレビにあの断られて。あ、フジテレビに断られてたんですか。あ、もう虫プロが信用なくなっちゃったわけですね。いや、それとあのもう、フジプロとしては手塚は終わったという、そういう感じで、終わった人だからもういらないという。フジテレビの方のあれで、そういうことになったあの流れがあって、しかしあの虫プロは仕事やらないと、はい、当時500人近く社員がいるんだから、それ で、ねでしょうがなくて、いろいろ獅子で企画持ち込むんでもう断られて、でフジテレビの方からそういえば昔あの江戸川乱歩の少年探偵団があったから、あれどうだみたいなことがちらっと出て、そういう話っていうのはあの局プロの方からやっぱり出るんですか。そうです、局側からあの例えばみたいなちらっとそのなんて言うんだろう、まあ、助け船っていうか、要するにフジテレビの方のプロデューサーの考える通りに作るっていう感じですか。向こう考えてるか、意向をもう全部取り込んで、もう一言でも何でももう絶対断られないように、断られたら潰れるんだから。虫プロだから橋本さんが担当したされたってことですか。いや、あの森正樹とはその前から付き合いがあって、で、あのなんていうか、森正樹っていうのは漫画を描いて有名だし、まあ、あの貸本屋時代から有名なあれで、でこうなんかすごいこうなんていうか、性格的にはこう個性が強いっていうか、喧嘩っ早いっていうか、そうなんですか。そんだけどなんかうまく仲良くなって、でじゃあ2人で行こうみたいなことで行って、で向こうに行って、で何人しかいて、その作詞と作曲家と会って、そういう方であの番組をやるんだけれども、そういうことで二人にお願いするんだけど、でも最初にできたのはダメだったんですよね。全部ダメ。いや、何度か作るんだけど、なんていうんだろう、もう時代に合わないのよね、二人とも。ですよね。そう思いますもん。それでしょうがなくて、あの歌を焼き直しみたいな格好で使ったという、そういうことなんですよね。あれ編曲が山下武夫さん、そういう編曲者を決めるのは橋本さんなんですか。大体俺が言って、まあ、森ちゃんが OK ならもう OK という。あ、山下さんを選んだのもじゃあ橋本さんってことですか。まあ
ちょっと元ネタが元ネタなんで、ちょっとまあ使うとしたら、ね、小林先生さんはちょっとお願いできないし、あの山下さんだとちょっとお願い、あのね、スーパージェッターのあれがずっと付き合いがあって、あのキャラ的にこう悪魔くんでもありますもんね、うん、あの頼みやすいという、ね、ああそうなんですか、うん、あ山下さんの方が割とこう気軽に頼める感じなんですか。いや、あの頼めて、あのあそうやってくれるっていう、それであの亜生さんだとやっぱりオリジナリティを出さないと。なるほど。あ、だから他人の曲の編曲だけやっても全く違うのができちゃうんで。山下さんの本を拝見したらは、うん、あの実は次男の徹さんがやってたらしいんですよ、ワンパッカンテーター。あ、それやっぱりご存知ではないわけですね。あ、知らないです。あ、やっぱりそうなんですね、じゃあ向こうで勝手にやってる。その頃徹さんが山下さんの仕事を手伝ってるっていうのはご存知でしたか。いや、全然出てこなかった。全然出てこなかったんですか、うん、あと藤子不二雄さんが作詞されるじゃないですか、うん、例えばおばきゅうにしても、うん、おばきゅうどそうです。あとパーマンとかもそうなんですかね、うんうんうん、あれって例えばパーマンは本当は F さん、藤本さんですよね、作者は。いや、阿比子さん、あの詩は、うん、詩はやっぱり阿比子さ ん、 ん、うんうん、やっぱりそうですよね、うん、頼み込めないっていうか、会話が、ね、ほとんど沈黙で。あ、直接お話ししたことあんまないんですか。いや、会って挨拶やなんかするけど、作品まで立ち入った話っていうのはできない。あ、それはのスポークスマンの阿比子さんが、阿比子さんがあることないこと喋るわけで、2人で1人なんですよね。なるほどね。だから打ち合わせやなんかやって、例えばあの朝日の上のあのアラスカなんかで招待するんだよね、はあ、その頃なんか売れっ子でキャラも俺あの払えたから、じゃあ打ち上げにアラスカで食事して、あの朝日の上にある高級帝国ホテルのレストランクラスがあって、はいはい、でそこであれして、まあ、銀座の店でもなんか言って、2人が来ると思うと阿比子さんしか来ない。ああ、なるほどね、うん、ワンダースリーの宇野さんを連れてきたっていうのはやっぱり、これ、うん、やっぱりそうなんですか。その前にあの、モグッチョチビッチョっていうのがあってた、あの井上さしっていうのはあの我々 の、 あの業界で二十歳代全般、まあ、すごく評判良い すごいやつが出てきたっていう噂になってて、はいはい、で民放はやれるけど NHK はやらないだろうという、もっぱらの噂だったんだけど、あの頃やっぱり NHK の青少年課に女のディレクターがいて、思い切ったことやるやつがいたんだね。で、久しぶり使ってあのラジオ番組で「もぐっちょちびっちょこんにちは」っていうのを初めてやって、その時に宇野さんが音楽で、それはたまたまなんですかね。たまたま NHK の方で宇野さんを選ん で、 でそこで NHK、うん、あの宇野さんと井上さんがたまたま結びついた、うん、結んで、それで俺はラジオ番組だったんだけど面白いっていうんで、あのそのシートにして、その時があの井上さしとあの宇野さんとの初めての付き合いで、それからずっと一緒ですもんね。それであの氷炭島とか、いろいろ